皆さんこんにちは、カイです。今回はですね、雑談という形でお送りしていきたいと思います。たまにはですね、こんな感じで雑談の動画もね、入れていきたいと思います。ラジオ感覚で聞いていただけると嬉しいです。ということで、まずですね、何から話そうかと思ったんですけども、多分ですね、209件について気になる方もいらっしゃると思うので、少しですね、209件の話をしていきたいと思います。少しですね、推測の話になってしまいますので、推測のね、話があんま好きじゃない人はね、ここで動画を止めていただくことをお勧めいたします。ということでね、209件について少し話していきたいと思います。まずですね、209件に自動放送がつくかどうか Twitter でアンケートを取りました。46票集まったんですけども、自動放送を搭載するんじゃないかという方が 58.7%、 肉声音声じゃないかという方が 41.3% いらっしゃいました。まあ、ちょうど半々ぐらいでしょうか。まあ、若干自動放送がつくんじゃないかって思ってる人が少し多い感じがしますね。僕はですね、この自動放送がつくかどうかっていうのはね、実際問題わかんないんですけども、黒船電車や銀目電車はですね、後付けで半自動、車掌さんがボタンを押す形なんですけども、そのボタンを押すと日本語放送と英語放送が流れるという、まあ、半自動放送というものを搭載していますね。後付けで搭載されました。ということはですね、もしかしたらこの209系にも、自動放送がね、搭載されるかもしれません。やっぱ観光地域を走る列車ですので、外国人の方とかもね、結構乗ってくると思います。そのためですね、まあ、英語放送とかをね、つけた方がいいんじゃないかと思いますので、209系にね、自動放送をつくんじゃないかと思います。そして僕からのつけてほしいという願いもね、入ってますね。8000系なんですけども、この伊豆急8000系にはですね、ワンマンの時の自動放送はついているんですけども、英語放送はついていません。似たような自動放送の機械を搭載している長野電鉄の8500系なんですけども、この長野電鉄8500系には英語放送が後付けで追加されました。もしですね、209系に自動放送がつくとしたら、どんなね、声優さんになるでしょうかね。JR 東日本の車内でよく聞く三浦奈子さんの放送や、いろんな鉄道会社でよく聞く英語放送、クリステル・チアリさんの放送とかでしたらですね、もはや伊豆急行が JR 東日本化してますね。まあ、富士急行とかも確かですね、JR 東日本と同じ声優さんが担当されていたと思われます。209系には MOM という鉄道のシステムが使われています。現在 E231 系や E233 系などには TIMS、 トレインインフォメーションマネジメントシステムというものが使われています。その TIMS の1個前に採用された MON というものを209系は搭載しています。この MON というのはですね、他にもですね、 E217 系にも使われています。この209系なんですけども、内房線、外房線を走っていた当時は自動放送を搭載していませんでした。なので伊豆急行に来て自動放送が追加されるかどうかはまだわからないですね。これまた推測の話になってしまったんですけども、自動放送は多分ですが追加されると思います。次にですね、209系2編成目がいつ来るかという話なんですけども、これもね、なかなか推測は難しいんですけども、ちょっと前の YouTube の動画のコメント欄にですね、10月の半ば頃に来るんじゃないかという意見もあったんですけども、確かにですね、そろそろね、来るような気もします。今伊豆急にいる4両編成の209系が工場の中で検査を受けているところで、1号車と現在6号車今検査しています。そして中間車の2号車3号車はですね、まだ検査されていません。そのためですね、もしですね、209系2編成目がもう少しで来たとしてもですね、多分車庫に入りきれないと思いますので、前みたいにですね、伊豆急下田駅に疎開回送する可能性がありますね。またですね、ザ・ロイヤルエクスプレスが10月の後半あたりからまた運行を開始いたしますので、そのザ・ロイヤルエクスプレスの編成をまた元通りに組み直さないといけませんので、もしかしたらですね、その車両のやっぱ配置スペースというものが限られていますので、209系は伊豆急下田に疎開回送する可能性結構ありますよね。そしてですね、何両で今後ですね、この209系が運行していくのかということについてちょっとお話ししたいと思います。現在検査を受けているこの4両編成なんですけども、多分ですけども、この4両はこのままね、4両編成で運行していくと思われます。一応ですね、中間車2両、5号車と6号車は伊豆高原車両区の下田寄りの方に2両連結されて留置しているんですけども、こちらはですね、部品取りの可能性がまあまあ高いです。やはりですね、
伊豆高原車両区、この伊豆急行はですね、抵抗制御やジョッパ制御などの昔のね、モーターが多いですので、VVVF などの部品を多分ですけども、あまりね、持っていないと思われます。そのためですね、この4号車、5号車のモーター車を部品取りとして留置することによってですね、万が一故障した場合でもそこから部品をもらうというね、形ができますので、もしかしたら部品取りとして使うかもしれません。でももしですね、これを4両編成で運行させたとするとですね、伊東線に直通するときに4両は短すぎます。ですので、もしかしたらこの2両も後々ね、また編成に戻ってですね、6両で運転を開始する可能性もあります。もしですね、4両編成で運転を開始した場合どうなるでしょうかね。皆さんもしですね、思いついた場合はですね、コメント欄に書いていただくととても嬉しいです。もし4両編成で運行を開始した場合、伊東線にまず直通するんでしょうかね。もしかしたら伊豆急行の完結運用となるかもしれません。伊東熱海間はですね、伊東線、JR 線内はですね、伊豆急行と比べてね、乗降客数がね、結構増えますので、4両だとね、足りないと思うんですよね。なので、もしかしたらですね、伊豆急行線内完結運用として使われる可能性もあります。もう一つはですね、もう一編成209系が来ると思うんですけども、このもう一つの209系が6両編成が来るのか4両編成が来るのかまだわからないんですけども、もし4両編成が209系伊豆急行にやってきた場合、4たす4で運用する可能性もあります。ですがですね、伊豆急行で今井浜海岸駅という駅があるんですけども、その今井浜海岸駅は8両編成に対応していませんので、もしですね8両で運用する場合、伊豆高原で前側4両を足して8両という形にする可能性もあります。ですがこの可能性はね、極めて少ないような気もします。4たす4で運用するか、あたもや6両編成が伊豆急行に来た場合、多分ですがその6両で来た編成は中間車2両を取ってまた4両にして運用するって可能性は少ないと思うんですよね。もしですね、2編成目の209系中間車2両を抜いてしまうとですね、この2両を留置する場所がねないんですよね。もう伊豆急行には、いや下田の方に留置すればまた別の話なんですけども、伊豆高原駅の車両区でこの2両を留置するとなると、あまりですねスペースがないと思われるんですよね。そうなるとですね、次来る209系はもしかしたら6両のまま運用する可能性があります。次の209系2編成目が6両で運行した場合はですね、別に難しいことはないんですよね。伊豆急下田から熱海までそのまま6両で運転すればいいわけですので、伊豆急行の停止位置目標6両のところもありますし、伊東線も6両停止位置、8000系も今6両で運転していますので、特にね困ることはないと思うんですよね。ですけども今現在ね、伊豆急行の車両区で今検査を受けているこの4両編成がどうやってね動くかっていうのがまたねポイントですよね。まだね全然予測がつきません。伊豆高原車両区をちょこちょこ見ているんですけども、どんな感じで、ね、運用するかまだわからないので、今後ねどうなっていくか楽しみですね。当チャンネルはですね、209系が春のダイヤ改正で運行を開始するまで追っていきたいと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。